2020年度からスタートした未来叶える活動サポート事業をご存知ですか。市民活動を支援する制度の一つで、藤沢の町でこう良くしていきたい、町の生活をこう変えていきたいと思う私たちをサポートしてくれる仕組みなんです。今回は実際に未来叶える活動サポート事業に参加する市民活動団体を取材したいと思います。生活の豊かさの実現を目指す市民活動、さまざまな活動がありますが、中にはビーチクリーン活動や外国につながりのある子どもたちが入学前に通う練習の場としてのプレスクールなど、地域社会に貢献するものがあります。今回そんな市民活動を応援しようというのが未来叶える活動サポート事業です。詳しいお話を市民自治推進課の川島さんに聞きました。まずは未来叶える活動サポート事業というのはどういった事業になりますか。これが市内での市民活動をしている団体を支援する制度になってまして、で具体的にどんな市民活動かっていうと、暮らしの豊かさの実現であったりとか、いろいろある地域の課題の解決に向けて取り組んでいるような団体が対象になっています。事業の特徴というのはどういったところにありますか。特徴としては、これが補助金だけを交付する制度ではなくって、はい、伴走支援として団体に対して相談会や講座を実施したりですとか、そういったサポートを受けられるっていうところが一番特徴的なところになっているかと思います。あともう一つ特徴としては、3コースの設定がありますので、団体の幅広い成長レベルに応じてそれぞれコースを選んでいただけるっていうところも特徴かと思います。そう、市民活動団体は初めてやってみるという団体から何度も経験を重ねてきている団体まで大きな幅があります。そこで未来叶える活動サポート事業では、それぞれのサポートに見合う3つの応援コースを用意しています。スタート支援コースとステップアップ支援コース、共同コースの3つがあるんですけれども、はい、スタート支援コースが、その名前の通りでスタートなんですけれども、立ち上げ間もない団体を対象としたものになっていて、団体の育成ですとか活動のスタートをサポートするようなコースになっています。2つ目のステップアップ支援コースが、こちらがステップアップになるので、活動の持続性の向上ですとか発展につながるような事業をサポートするコースになっています。最後の共同コースなんですが、これが NPO ですとか企業とか、あとは行政などのさまざまな団体との共同事業をサポートするコースになっています。共同コースだけは、他のコースは単年度事業なんですが、共同コースは最大2年間行うことができるというのも特徴になっています。皆さんご自身に合ったものを選べるコースになっているわけですね。はい、必ずスタートから上がっていかなければならないというわけではなくて、それぞれ自分の団体レベルに応じたところに応募をしていただける形です。実際に共同コースで未来叶える活動サポート事業を活用した団体にお話を聞きました。いや、こちら畑があるんですけれども、皆さんはどういった事業をされているんでしょうか。私たちは、畑を利用した居場所事業ということで、こちらの畑を利用して畑が好きな方が参加していただけるような活動をしております。 NPO 法人自立生活サポートセンターもやいは、生活困窮者などのサポートをする団体です。2021年度と2022年度には藤沢市との共同事業として畑を利用した居場所づくりが行われました。ではこの未来叶える活動サポート事業に参加しようと思われたきっかけというのは何だったんでしょうか。最初に、私がそのもやいの方でさせていただいている活動をしている時に、どうしても畑が個人的にやりたくって、で畑とかを探していた時に、藤沢の畑から使っていいよっていう温かいお申し出をいただきまして、でなおかつもやいって首都圏幅広く活動していて、はい、地域での活動はあまりしてこなかったんですね。その中で新しいチャレンジとして地域に根ざした活動もしたいねという話をしたときに、ちょうど未来叶えるサポート事業 の,
申し込み書みたいなのが目に入りまして、で申し込みをさせていただいた次第です。はい、参加されてから良くなったなって思うことって何かありますか？そうですね、先ほどお話しした通り、もやいの事業はその首都圏幅広くしているので、地域にあまり根ざした活動というのをしてこなかったっていうのがある中で、藤沢市のと共同で行うことにより、藤沢市の方、まあ、今実際この畑を貸していただいている方も藤沢の方ですし、参加いただいている方も藤沢の方が徐々にですけど増えていくので、徐々にですけども地域に根ざした活動ができるようになったと思います。じゃあより密着した活動ができているという実感があるということですね。はい、地域とのつながりを深める市民活動、今年度は共同コースで3つの事業が実施されています。はい、今日は、デイ3ということでね、前回の第1期の時に一番ね、こう反響の多かった回になりますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。その一つである子どもの居場所スタートアップサポート事業を共同で行っている団体にお話を聞きました。まずはみんなの居場所レインボーカフェというのはどういった事業を行っているんでしょうか？はい、私は地域で子どもの居場所をやってるんですけれども、やり始めた時にやっぱりやりたいって人がどういうふうに始めたんですかっていうふうに聞かれることが多かったんですね。はい、でいろいろ教えるんですけども、なかなかこう実際にやるってとこまでにはいかない、でもそういう気持ちがあるのにもったいないなと思っていたところに、藤沢市の共育計画というので子どもの居場所が求められてるってことが分かったので、じゃあそれを掛け合わせた講座を開きたいなと思って、このノウハウとちゃんとそれが市からも求められてるんですよって、そこの気持ちに寄り添って実際にこう始めるっていうところに行き着くような、そんな講座を組み立ててみました。実際にその事業者の方と一緒にやるっていうことに意味があったわけですか？そうですね、まあ、市として子どもの居場所を増やしていきたいという思いはあったんですけれども、そのノウハウというのがないので、この今回こう子どもの居場所をやられている鈴木さんと一緒にこう市の思いも伝えつつ、居場所のノウハウを伝えていただくというところに意味があったと思います。今後こういったこう事業を続けていく先にどんな効果を期待されていますか？はい、この事業を通してですね、今後一人でも多くの方が、子どもたちにとって安心できるような居場所を開いていただけるように、市としても、サポートしてまいりたいと考えています。未来叶える活動サポート事業では、農作業を通した居場所づくりや子どもの居場所を作るための講座などを応援していますが、こんな事業も応援しているんです。なんだかリズミカルな音が聞こえてきましたよ。やってます、やってます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。情けないよ、こんな私じゃ悔しくて涙止まらない。素敵な歌を披露してくれているのは高校生ミュージカルアクアの皆さん。実は彼女たちも未来叶える活動サポート事業に採択された団体の一つなんです。まずは皆さんがどんな活動をされているのか教えていただいてもいいですか？はい、私たちは学校の枠を超えて地域の高校生とかが集まってミュージカルをやっている団体になります。で、今年の3月30日にオリジナルミュージカルを上演しようということで、去年の 4月からこの団体を立ち上げて活動しています。普段は地域の方に協力を得ながら自分たちで練習運営制作なども行っています。現在9人で活動する高校生ミュージカルアクア、未来叶える活動サポート事業を活用し活動の創設期を応援してもらえるスタート支援コースに応募したそうです。なんで今回この市の事業に参加しようって思われたのか、きっかけとかありましたか？はい、藤沢の非営利団体にサスプという団体があるんですけど、はい、その方に協力をしていただいていて、でアドバイスを受けてこういう授業があるから挑戦してみたらというふうにお声掛けしてもらって、で私たち自身もまだ何もない状態から始めたので、うん、はい、活動資金が必要なので活動資金を獲
獲得しつつ、私たちが地域にとって地域部活として活動しているので、どのような価値を与えられるかっていうことを深く考えるきっかけになるのではないかなって思ったので、挑戦しようというふうになりました。市にどんなことを与えられるかっていうところまで皆さん考えて活動を始められたんですか？学校の部活でも習い事でもなくて、地域の部活として私たちは活動していこうというふうに決めていたので、そうなった時にやっぱり地域との関わりを深くしていくために考えるきっかけになるなと思ってやりました。もともとは私がその高校生の仲間と一緒にミュージカルを作りたいっていう自分の欲望というか伸び出すために作ったんですけど、やっぱりやっていくうちに地域のいろんなイベントに参加したりとか、高校生もお互いいろんな思いを持ってる人たちが集まった時に、あ、自分がやってることっていろんな人の生きがいになったりとかやりがいになったりとか、そういうふうに価値をもたらしているんだってことにすごく気づいたので、より地域の人に元気を届けたりとか、あ、これやってよかったなって思えるものにしたいって思って、そういうのを深く考えるようになりました。地域への思いを歌声に乗せ練習に励んでいる姿がとても印象的でした。アクアの公演は3月に開催予定だそうです。高校生も応募できる未来叶える活動サポート事業、誰もがやりたいことが見つけられて実現できる希望の未来に向け市民活動に取り組んでみたいという方はぜひ。2024年度も募集予定です。例年の流れとしては4月に募集説明会を開催して5月に申請を受け付けしています。令和6年度の募集については詳細が決定し次第藤沢市のホームページに掲載をしますので、ぜひご覧になってみてください。藤沢市をより良い街に、素敵な街にしていくためには皆様の力が必要です。この藤沢の町に住んでいる人、働きに来ている人、集まっている人、皆さんの思いで、いい未来を形にできればと思っております。皆様のご応募をお待ちしております。